魅力がないわけねえじゃん。めちゃくちゃやりたいと思ってるよ。リュカちゃんめちゃめちゃ可愛いし、今こうしてる間だって爆発寸前で、でもそれはまだ好きとは多分ちょっと違くて、そんな中途半端な気持ちのままでできないっていうか、やっちゃいけないっていうか、迷惑なわけねえじゃん。今まで一度だってモテたことなんてなかったんだから。本当は飛び跳ねるくらい嬉しいんだ。俺でも君みたいな子に好きって言ってもらえるんだって。だから今日は離れて寝てくれ。そのやっちゃうから。あれ、何もったいねえことしてんだ俺は。本当は飛び跳ねるくらい嬉しいんだ。俺でも君みたいな子に好きって言ってもらえるんだって。